台風6号の影響で昨日本島北部では線状降水帯が発生し冠水被害が相次いだほか、読谷村祖部では警戒レベルで最も高いレベル5となる緊急安全確保が発表されました。この辺り一帯南城市の畑なんですけれども、こちらバナナの木がですね、実がついた状態で、ほとんどの木が折れてしまっています。2度にわたって沖縄本島地方を直撃した台風6号、農作物へも大きな被害が出ています。今年の台風の場合はちょうど成長期にあたって台風が来てるんで、3割から4割は減るんじゃないかなと思うけど、県によると久米島を除く農林水産業の被害額は昨日午前11時時点でおよそ5億5000万円に上るということで、今後さらに被害額は増える見通しです。一方、交通など生活への影響も続いています。今朝2日ぶりに開館した那覇空港では便の変更手続きなどを待つ利用客で長い列ができています。那覇を発着する一部の便で運航が再開されていますが、今日も77便が欠航となり、少なくとも1万3000人余りに影響が出ています。朝5時に来て、並んでキャンセル待ちしてるんですけど、まだ呼び出されないですよね。もうさすがに1週間もいるんで、もうすぐにでも帰りたいですね。沖縄自動車道は路面に木の枝などが散乱していることから、午前11時現在、石川許田間が通行止めとなっていて、清掃が終わり次第全面解除となる見通しです。また午前11時現在、県内15市町村3870世帯で依然停電が続いていて、生活への影響が長引いています。